ね、小瀬さん、ナポリタン食ったの？例のナポリタン食った？俺今日朝そのナポリタン食ったんだけど。あ、まだ。うわ、信じらんない。今食えレベルなんだけど。この試合中に食えレベルなんだよ。食わないんだったら。食べちゃったから。ん？さっきお好み焼き、あ、まったれてんじゃねえよ。食わないんだったらくれレベルなんだけど。はい、ということで本日最終戦は宇佐田海斗対、ももち。あ、俺つけ麺食べたよ、のり。どう？どうだった？どうだった？腹にならえ。え？お前 NG にすんぞ。麺立つつけ麺。冷凍じゃない麺立つつけ麺なんかあんの？でもさ、ぶっちゃけ麺立つのさ、つけ麺さ、冷凍では美味しいレベルだけど、つけ麺としては普通だよね。そっちも食べてないわ、つけ麺。あ、もう、もう一生放送くんなレベルなんだよ。でも、2食分で250円。へぇー。生の食材消費が忙しかったんだよ。あー。いやでもね、ナポリタンは絶対うまいって言うはず。日清だよね、日清の、ビッグって書いてあるナポリタンはマジでうまい。まあね、でもね、声優だとね、そのね、ビッグナポリタンが160円ぐらいだった。さあ、そう言ってる間に、1分が経過しました。最終戦の1分間は、ナポリタンと、つけ麺の実況適当すぎるだろ、わらわら、うん、さあまあサボ落とされて、さあニアポロン落とされて、さあ300対500、さあリードは宇佐田海斗軍。ももち初心者。さあももちはちょっとあんまりわかんないんですけど、何度か出てはくれてはいるんですが、さあ287対513から337対463、さあ宇佐田海斗が落とされた。さあここで一気に差を縮めて375対425。さあ残り2分半を切ったところ、残り2分15秒を切ったところ、さあここで磁場引いて、さあまた棒じゃない、マサ棒落とされて350対450。さあここでルールが当たってお餅落とされて、ボンクレール落とされて、さあこれはかなりまずい展開ではないでしょうか。残り1分半を切ろうとしたところでございますが、256対544、一回差を縮めたんですが、さあランカちゃんピークンルルは、3軍ができる前のスケコロ1軍勢です。さあ間もなく残り1分を切ろうといったところですが、
さあピーク落とされて、さあしかしこうルグルが上がる、ニャポロン落とされて、さあ224対576から288対512からの266対534。さあ差がなかなか縮まんない。さあ桃地落とされて、さあこっからなんとか追い詰めていきたいところ。さあこれはちょっと厳しいか、時間的に厳しいか。残り20秒、197対603。ここはさあ、さあランカちゃん落としたいところ、ランカちゃん落としたいところが回復が入ってしまう。さあ残り10秒切った。さあマサバ上がってく。さあこれワンチャンある、ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。さあワンチャンあるぞ。376対424。さあないか、いやーくー、ワンチャンあったけど、ここは宇佐田海斗くんが勝利です。ということで花さん、花さんじゃない、ももちーさん、放送ありがとうございます。そしてナイスファイトでした。宇佐田海斗くんの皆さんはおめでとうございます。